夏色奇跡は2012年4月から同年6月まで毎日放送 TBSBSTBS 他で放送されたテレビアニメ全12話声優ユニットスフィアの4人が主要担当声優を務めておりそれぞれの特徴を踏まえたキャラクターデザインとなっている2011年9月17、18日に国立代々木競技場 1> 第一単育館で開催されたライブにおいて初めて発表された。スフィアの4人を主役にしたアニメを作る構想は結成当初からあり、それが3年の時を経て形となったものである。内容は静岡県下田市を物体として同地域で育った女子中学生の日常が描かれている。また、第8.9話では伊豆諸島の八丈島が登場している。また、 コンビニエンスストアのローソンが制作協力しており、作中にも実名で登場するほか、同チェーンとのコラボレーションも実施された。その他にも、いくつかの実在する企業、店舗、車両などが、作中に実名でそのまま登場している。下田市に住む相沢夏美、水越咲、花木優香、玉木凛子の中学生4人は、親友同士、小学生の時から、 いつも四人一緒に時を過ごしていた。そんな四人が中学二年生の夏休みを迎える直前のこと。夏美は部活に顔を出さない咲きに対して不満を抱き、そのいざこざから絶好を宣言するほどの大喧嘩に発展してしまう。さらにその後、咲きが転校することを突然知り、中互いはさらに深刻となっていく。そんな中、 ゆうかとりんこは二人を仲直りさせようと計画し、強引な手段で二人を思い出の場所であるお石様に呼び出した。幼少期と同じようにお石様に願掛けをする四人だったが、すると四人の願い通り、本当に体が宙に浮き、空を飛んでしまった。その後もお石様は願いを聞き届け、四人に不可思議な奇跡を起こすようになる。夏見と咲の間の雰囲気が険悪な中、 ゆうかとりんこは二人をくっつけようと、おいしさまに願う。その結果二人の体はくっついてしまう。そして、願いをかけた二人を追いかけようと街を二人で走り回った結果、二人は中を取り戻すことができた。しかし、夏美たちが空を飛んだ様子を、夏美の弟、大樹の友達のゆうすけが目撃して大樹に話したが、 奇跡を隠したい夏海は空を飛んだことを否定したので、雄介と大樹は喧嘩してしまう。それを収めるため、先はもう一度空を飛んでみせることで自分が魔女であり、四人を飛ばせていると考える。しかしお医師様はその願いを聞き届けてはくれなかった。四人が二人に謝りに行くと、二人は仲直りした。旅館の娘の優香は、酒屋の息子の佐野隆に憧れているが、 高志は先に恋心を抱いていることに気づく。そこで優香は、お医師様に、先になりたいとお願いしたところ、優香は、先の姿になってしまう。さらに、これを止めようとした夏海とリンコが入れ替わってしまう。優香は、高志とのデートを楽しむが、すべてが終わった後で全員が元に戻った。リンコは、CD ショップの帰り道、雨に降られ、風を引く。 ゆうかがお見舞いに来るが、今度はゆうかが風邪をひいてしまう。夏美たちは三人で遊ぶが、物足りなさを感じる。そこで、りんこは四人が仲良くなったきっかけを思い出す。夏美は、さきとの最後の試合を迎え練習に励むが、母親の出張のため家事もすることになり、宿題の誘いを受けられないほど、忙しくなる。そこで三人は、夏美が二人いればいいと考え、 お医師様にお願いをかける。その結果家事をする夏海とテニスをする夏海で分業することになったが、試合当日、前日の夜先から全体を見て試合をしていると話を聞いた家事をする夏海は寝坊し、前日に強めのショットを練習していた夏海が試合に出た。その結果、試合の序盤は劣勢となる。 しかし苦しい試合を見かねて、さっきから話を聞いていた夏海が声を上げたことで、体は一つに戻った。喉自慢大会を控えた4人だが、優香が DVD ばかり見て練習していなかったことに、夏海が腹を立て、さらに優香が、お医師様の力を使って優勝しようと言い出したので2人は喧嘩してしまう。そんな中、雨が降り出した。喉自慢大会は、雨天中止なので、 これでは開催できない。考えた末に4人は、お医師様に雨をやませようと願う。その後、無事に開催されたのど自慢大会で4人は優勝した。4人は、思い出作りために、先が引っ越す場所へ旅行しようと考える。先は、東京に引っ越すと言ったが、それは本土ではなく島の方だった。4人は、竹芝三橋から船に乗り、先の引っ越す予定の島に向かう。 そこで、ゆうかが溺れかかり、通りがかりの子供に助けられる。その子が宿泊する旅館の娘、小春であった。四人は、旅館で、咲きがいなくなれば、小春とのわだかまりを解消できるかもしれないと考え、その願いが、お医師様に通じてしまい、咲きは、透明人間になってしまう。四人は、小春の双子の姉の千春に島を案内してもらう。最後に訪れた。 先の父が働く予定の委員で4人は小春と出会う。その後転校予定の中学校で先は島の人の思いに気づき気持ちに整理をつけたため元に戻ることができた。4人は台風の時にあったことを思い出そうとお医師様に願いをかける。すると4年前の4人が現れる。10歳の4人は幽霊ホテルに探検に行こうと廃墟となったホテルに向かう。 そこで、10歳の4人は14歳の4人と遭遇し、10歳の4人が14歳の4人を幽霊だと勘違いする。その後台風が接近し、10歳の4人は海岸線を歩いて帰ろうとするが、波にのまれかける。そこを14歳の4人が助ける。そのことを理解したので、10歳の4人は4年前に戻された。夏休みも終わりが近づいた8月26日。 四人はオーディションを受けに東京に向かう。しかし優香が失敗し、これで終わりにしたくないと願う。その後旅館で夏美は熱を出す。しかし朝起きると下田の自宅にいた。その後オーディションに再挑戦するもまたもや失敗する。そして目が覚めるとまた8月26日だった。その後8月26日がいつまでも繰り返されることを知った四人は、 オーディションだけでなく様々なところで遊ぶ。しかし、リンコは終わらないことは思い出に残らないと考えるようになり、奇跡とさよならしなければならないと提案する。4人はそれを承諾し、お医師様にもう奇跡に頼らないと願いをかけることで8月26日を終わらせた。作中のようとなる、リンコの家である姫石神社の裏手に祀られている巨石。 念じた願い事を叶えるとされ、物語は主要ヒロインたちがその奇跡とも言える異常現象に翻弄されることが大きな特徴となっている。なお当初は願いには4人の意思が必要と言っていたが、それより少人数でも発動したり、一度叶えた願いの中で再度叶うものとそうでないものがあるなど、奇跡が発動する条件は曖昧である。なお、 本編中で必ず願いに頼る展開が発生するわけではない。主に発生した現象は以下の通り。毎日放送、TBS テレビ BS-TBS BS は、アニメイズム B2。2012年3月31日には、ニコニコ生放送において2万人限定で、第1話先行上映会が行われた。伊豆島だ、夏の風景夏色奇跡の物体をめぐるのタイトルで、 2012年7月15日の17時17時30分に、静岡放送による制作で、ローカル放送された。出演は、水島誠治監督、キアン・チアキ、スフィアのインタビューも放送。BD、初回限定版と通常版の DVD の3仕様で、発売。第1巻のみ1話収録で、それ以降は2話収録となる。 1> 第1巻から第6巻までの初回限定版には特典 CD が同梱されている。第3巻以降は制作上の理由で当初の予定より1ヶ月延期して発売された。最終巻となる第7巻初回限定版には夏色奇跡フェスティバルの模様を収録した DVD が同梱されている。ヤングガンガンにおいて2012年3号から2013年4号まで連載された。 作川達彦。アニメ第1話の前日端から始まっていて、その後は大筋でアニメと同様の内容であるが、一部のエピソードがカットされたり順番が入れ替わったりしている。また、後日端、アフターストーリーとして、15回目の夏休みが、ヤングガンが2013年7号に掲載された。ラッピングされた2100系電車下田島で路線を持つ、伊豆急行が、 ア沢夏美を伊豆急下大駅の面白駅長に就任させ、メインキャラクター4人が2100系の車内アナウンスを担当するサービスを6月から10月31日までの間列車区間限定で実施した。同年7月29日には同じくアルファリゾート21編成にラッピングが施され、翌30日から10月31日まで運行。 10月25日から31日にかけては、ラストラン企画も行われた。また、下田ロープウェイでも、同じく、メインキャラクター4人による、社内アナウンスを2012年6月末から10月31日まで、実施した。伊豆下田、夏の風景夏色奇跡の舞台を巡るに関する、カテゴリー。ありがとうございます。